皆さんこんにちは、観音崎市博物館のジュニア生物調査隊です。こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、ということで今日は東京サンショウの僕らの保全地に来ております。そして今日やることは産卵状況を確認し、しに来ました。確認感じましたね。はい、なんでみんなこれ、はい、で実は1週間前月曜日に僕来てるんだけども、その時はまだ卵を確認できなかったんですよ。ただその後あったかい日が続いてるので今日は産んでるんじゃないかと。であとさらに今日は秘密兵器をセイナちゃんが用意してくれました。イエーイ。あとでそれを秘密兵器を見せてください、はい、名前はあるの？アライグマ。アライグマバスター。ピカッとオオカミアライグマ撃退。かっこいい、かわいい。ということでそれを出動させたいと思います、うん、じゃあ早速ネーミングセンスあるね。産卵状況さ確認に行きましょう。じゃあ網はいいや、目でまず確認しましょう。はい、はい、じゃあ行きます。今日は、風が強くて花粉症がやばそうですね。じゃあちょっと確認していきましょう。オタマジャクシいっぱいいる。本当だ、オタマがある。卵はどうかね。見た感じは野生のうどんかね。えぐえぐえぐ、すごいね。何これ、すごい。オタマジャクシがすごいことなってる。オタマジャクシ、誰か触って。触りたい。手が詰まってる。すごいね。餌になる。すごい、すごいね。あ、生体いる？あ、いたって。さあ、中谷くん、ゲット。とりあえず捕獲だ。何がいた？おお、いたいた。ちょっととりあえずキープしよう。おお、こんなとこに。卵入ってる。卵あるんじゃないこれ？まだ産んでないか。生体いた。じゃあとりあえずそこに入れとこう。あ、東京さんしよう。水そんな入れなくて。親いたよ、親。水なしでいいよ。まあ、そんなもんでいいよ。とりあえず個体数数えるからキープしましょう。卵はどうだい？卵これ違う。やっぱり卵。これなし。違うね。卵はちょっと誰か見えないです。そうだね。ちょっと一回カルカルに入れてみます。ちょまだまだ。カエルの卵を。そうそう。じゃあ一回全部見よう。こいつです。お腹結構膨らんでるじゃない？かわいい。かわいい。じゃあまだ産んでないのかな。でも産もうとしてたんじゃない？そうかもしれない。2匹目がいましたね。おお、これ大きいね。お腹パンパンだね。これから産むのかもね。可能性もあります、ね。うん。それどこにいたんだっけ？そっちか。これか。ここに。なるほど。ちょっとじゃあここすくってみる。網ある人。秘密液がついに来た。アライグマくんが来ました。秘密兵器、我らが秘密兵器。本当にこれ、おお、これどういう風な仕組みなんですか？お、見て、こっち、かわいい。どういう仕組みなんですか、これは。これは、これはなんか普通に猫用検査なんですけど、前に置くんですけど、ここに、電池入ってて、おお、今は昼間なのでちょっとダメなんですけど、夜になると、例えば、アライグマが ここにいたとして、それで動くと、あ、本当に今センサーに反応した。センサーに。じゃあ一回やってみようか。すげえ。ちょっと光が出るっていう。なるほど。仕組みになっております。すごいね。最強じゃないですか。ここが人感センサーの乗り機。セイナちゃんすごいぞこれは。じゃあちょっとどこに仕掛けるか決めましょうかね。一番多かったらこっちの方がいいんじゃない？あそこにする。じゃあ一番狙われそうなところにする。なんか一番多かったじゃん。すごいね。これはなんかびっくりしてなんか寄ってきた時に、この辺で痛めるとか。なるほどね。でもプラスチックなので大丈夫。被害しないと思います。よし、じゃあ仕掛けましょう。すげえ。さっきこの辺足跡あったよね。あったよね。ずっとあるよね。だからこう回ってくると思うんだよ、アライグマが。だから前通ったら攻撃開始みたいな。こういう系のピーもいいかもしれない。これいいね。しかもかわいい。
なるほど。じゃあこんな感じでよろしくお願いします、アライグマくん。レッサーパンダみたいな感じ。でも本当はオオカミの顔を描いたつもりがアライグマっぽく逆になってしまった。じゃあこれに期待しましょう。はい、はい、ありがとうございます。頑張れアライ。え、おお、これは待って、ちょっとぐちゃぐちゃだから、ちょっと待って、取らないで、はずいから。はい、次。かわいいです。じゃあ説明をいただきましょう。これは、これは山椒で、これが私がトライ石で作った赤米、うんうん、なるほど。自分で作った赤米を作ってきた、使ってきたと。素晴らしいですね。で、はい、これが、この上のところが黒、あの、はい、黒豆、はい、あの黒豆をちょっとだけ端っこ、はい、なるほど、ちょっと握ったやつ。素晴らしいですね。で、はい、これが卵です。卵、お、ちゃんと中のいろいろ崩れちゃったんだけど、この中にちゃんと卵が入ってるっていう。すいませんが、崩れました。ここまで再現してきました。はい、崩れたんです。お母さんが作ったんです。海苔と寒天、はい、ママが作りました。お母さんすごいね。はい、すごい。あ、こっちも。じゃあお母さんにインタビューしてあるぞ。お母さんにインタビューするな。確かにいるから。あ、これもそうだ。山椒言うと、うん、お母さん、皆さん、あれですね。ちなみに今日はのぞみちゃんはお休みなんですが、はい、のぞみちゃんはある場所で、そうガサガサをして厳重注意を受けるというやらかしを、いや、はい、伝説を残しているそうです。ここに来てなくてもちゃんと活躍しているということです。はい、ありがとうございました。というわけで山椒王の観察は一旦おしまいにして違う場所に行ってみることにしました。喉が。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあいろいろ疑問探していきましょう。映ってないよそれ。行きます。じゃーん、おー、ごっちゃりエビだらけです。めっちゃいる。大和沼と普通沼はいっぱいいます。これは大和沼だね。ああ、うん。せいなちゃんとなでちゃんはもういいやって感じになってる。あの二人はブランコで遊んでいます。あれ始めました。という感じで大和沼エビと普通の沼エビが結構たくさんいますね。素晴らしい。ここにいるのは二筋門カメラだね。ここで黒石登りを取りました。ここで取れた黒石は結構珍しいです。素晴らしい。イエイ、いいね。僕も黒吉のぶり取れました。ヤブヤンマ、ミルンヤンマ、モンキマメゲンゴロウ、ホセアカメンボというような生活。あとツチガエルのオタマジャクシがここにいる。あ、これヤブヤンマの下です。という感じです。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は東京山椒の産卵はまだ確認できなかったけど、一応親は確認できました。まだどうやら産卵してなさそうですね。はい、はい、というわけで今日はジュニア成長隊今年度最後の活動ということで、来年度の7期生がついに決定しました。小学生6名入りますので、皆さんまたカラーが変わると思いますので、その様子も撮影していきたいと思います。お楽しみに。では皆さん1年間ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。